こんにちは、ガーダメンタルの木根です。今日は、これからキャプテンになる君へということで話をしていきたいなと思います。中大連のね、県大会が始まって、負けてしまった時点で新しいチームでキャプテンになる子もいますし、もうすでに終わってしまっていて、新キャプテンになった子もいるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。これからキャプテンになる君へ、こう、伝えたいことというかですね、こうした方がいいんじゃないかなっていうことは、まあ少し僕今学んでいるボトムアップ理論というものとはちょっと離れてしまうんですが、やっぱり何々しなければいけないっていうような感性をキャプテンは持っていた方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。キャプテンの中には、こう、プレイヤーとしてそのチームの中で優れていて、プレイヤーとして評価をされてキャプテンになっている子もいますし、そうじゃなくてですね、リーダーシップっていうものがあってキャプテンに指名される子もいるんじゃないかなと思うんですよね。まだまだいろんな役割が全部決まっていて、一つの役割としてのキャプテンっていうようなものではなくて、キャプテンってものの比重が高い、チームにおけるキャプテンじゃないかなというふうに思うんです。ですので、そのキャプテンっていうのはですね、こう、まあ、プレイヤーとしてスーパーであれば、それはチームを引っ張れるんじゃないかなと思うんですけど、いいんですけど、例えばその子が怪我をしてしまったら、じゃあ、キャプテンとしての役割を果たせないっていうことになってしまうのではないかなというふうに思うんですね。じゃあどうしたらいいのかっていうと、まあ、練習に向かう姿勢だとかですね、怪我をしていてもできる声だとかですね、あとは、学校生活でどういう自分なのかなっていうことを考えることができるといいのではないかなっていうふうに思うんです。で、じゃあ僕がキャプテンやってることが多かったんですが、そういうことができたかっていうと、まあ別に勉強できるわけではないし、大したものではなかったんですけど、少なくとも、例えば、提出物はしっかり出すよとか、で、クラスで何かこういうことやりませんかっていうことになったら率先してリーダー的な役割をやるとか、まあ部活だけじゃなくて、まあ学校生活においても、おそらく、クラスメイトや、担任の先生が、まあそういったことをやるような人だよねって思ってくれてたんじゃないかなっていうふうに、そういうふうに思います、勝手に。で、この間ね、こう、うちに来てくれてるキャプテンやるかもしれないって子に話したら、提出物とか出さないっていうふうに言ってたんですけど、まあその子にね、言ったんですよね。やっぱりそれぐらいのことはね、別に勉強できなきゃいけ、まあ、勉強もできて、運動もできて、リーダーシップも図れて、学校生活もすごくしっかりしてるって言ったらすごくいいなとは思うんですけど、僕も勉強できなかったし、そういったことはできなかったので、それは僕が言えることではない。もちろん勉強できた方がいいと思うんですけどね。ただ勉強とか、こう、コントロールできないものもあると思うんですが、ただ、何か、まあ、例えば意見を求められた、こういうことで発表できることありますかって言った時に、自分の中に心の中に持ってるものがあるとするんだったら、それを、その、クラス、の和のためにとか先生のためにあ今発言した方がいいなっていうふうに思えるのが結構キャプテンシーだったりとかすると思うんですよね。ただ部活におけるキャプテンクラスでは違うよ学校生活関係ないよじゃなくて全体としてキャプテンってこうあった方がいいよなっていう思い描くものが自分の中にあって作ってそれに近づいていけるっていうことがいいのではないかなと。でそういうふうにやることがキャプテンをやろうって思った自分の気持ちに、こう、後から、なんか自分に身につけてもらえるものが、答えとして返ってくるんじゃないかなって思うんですよね。キャプテンやってました?ただやってた人もいると思います。今まで僕が出会ってきた僕の同世代でも、他の人でも。でも、キャプテンやったから、このこともこうした方がいい。あのこともこうした方がいいっていうことが、たくさん出てきて、キャプテンやったことに自分すごく成長につながったよっていうようなキャプテンになっていったらですね、キャプテンって何回言うんだろうって感じなんですけど、そしたら勇気を持って私キャプテンやりたい、僕キャプテンやりたいって言った意味がね、すごく大きくなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひね、こうキャプテンをやるんであったんだったら、その名前だけじゃなくて、そのチームにおいても、そして練習に、チームにおいても、学校生活においても、私生活においても、そういったことをやるだけの自分ってものを作っていけるといいのではないかなと思いますので、これからキャプテンをやる子、現在やってる子、ぜひ参考にしてみてください。それでは。